はい、おはようございます。市川です。今日はですね、4月の19日の火曜日になります。今の時間は、午前1時ですね。おはようございますという感じでございますけれども、今回はですね、昨年も出かけた冬の立山ですねに、ちょっと出かけていきたいなと思います。今年もね、ライチョウ沢にテントを張って、周りを散策していきたいなというふうに考えています。ではひとまずね、安全帯していきたいなと思います。ただね、ちょっとね、やっぱね、荷物がね、大変なんですけれどもね、とりあえず今回も安全第一でやっていきたいと思います。それでは、行ってきましょう。ということで、ここからはですね、公共交通機関を利用して室堂まで行きます。今回はですね、7時40分のケーブルカーとバスをですね、予約しましたので、それに合わせてね、支度の方をしていきたいと思います。今回はですね、ウェブ切符を購入しました。ネットから、ね、予約して決済までできたのでとっても便利でした。この、ね、予約した時に QR コード発行されるので、それを、ね、専用の端末にかざせばもうすぐ切符が出るって感じです。とっても、ね、便利ですね。はい、ではこれからですね、まずはケーブルカーに乗って、その後、ね、バスで室堂まで行きたいと思います。届けをお願いいたします。はい、すいません。時間は大丈夫ですか？40分に乗ります。40分です。はい、はい、ありがとうございます。2022年19以上、はい、お願いします。
券ご準備でお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、モルドについてまず最初にね、入山案内相談所で、先ほど書いたね、登山届を提出しました。剣方面は、申請がないとね、確か行くことができないんですけれども、今回ライチョウ側なので、そこまでは必要ないということで、お渡ししてね、OK ということになりました。では、これからいよいよですね、ライチョウ側の方に向かって歩いていきたいと思います。
はい、ということで、ここからはですね、とりあえず荷物をデポしたいので、こっちですねの方行って、雷鳥沢キャンプ場に行きたいと思います。でテント張って、それからねちょっとうろちょろしたいなと思います。今日ね非常に暖かいですね。うん、上もソフトシェル1枚羽織れば全然いいかなっていうぐらいです。またね、様子見ながら装備は変更していきたいと思います。では行きましょう。あ、ありがとうございます。いや良かったです。今日ちょっとねビール買い忘れちゃってどっかで売ってるかなと思ってずっと探してたんですけど、見事ね、雷鳥荘でゲットすることができました。まあ、スーパードライだけどね、まあ、これはこれで美味しいので OK です。ということで、去年も行ったと思うんですけど、まあ、この雷鳥荘からね反対側を見ればあの辺がもう雷鳥沢キャンプ場です。なのでこれをねちょっと左方向から回りながら降りて、向かう感じになります。ちょいねテントが見えますね。よし、じゃとりあえず行ってテント張っちゃって、あとはねのんびり散策しましょう。よし、ということで、雷鳥沢キャンプ場ですね、到着しました。結構テントありますね。そして先人たちが残してくださった遺産がコロコロあります。ちょっとどれかを拝借させていただこうかなと思います。はい、ということで、今年はですねちょっとここのところをお借りしようかなと思います。では早速ねテントの方を張っていきたいと思います。はい、ということでテント設営してからですねのんびり過ごして1時間ぐらい経ちました。いやこのままだとね寝ちゃいそうなのでそろそろ動いていきたいと思います。でね午後はねまたライチョウを取りに行こうかなと思います。で今回ですね対ライチョウ対策としてスペシャルなレンズを持ってきました。それがこちらです。はい、こちらですね、ソニー純正の FE200-600F5.6-6.3GOSS です。こちらですね、ソニーさんからお借りしてきました。昨年ですね、私は100-400の G マスターの望遠レンズを使ってライチョウを撮ったんですけれども、やっぱりね、ちょっとね、ライチョウとの距離が結構離れてて、APS-C クロップを使う場面というのが多かったんですね。やっぱりそうなると、α7R4 の高画素でも、クロップすると2400万画素、まあ、それでも十分なんですけれども、程度になってしまうということで、まあ、せっかくだったらフルサイズでね、ライチョウも撮りたいなということで、まあ、ソニーさんにご相談したところ、今回このレンズをね、貸していただくことができたという次第になります。このレンズね、600mm までカバーしているので、
っぱり物との距離があるときにはすごく便利です。しかもねこれインナーズームなので伸びないんですよね。ただし、その代わりとても重たいです。ちょっとカタログ数値をはっきり覚えてないんですけれども、だいたい2キロぐらいあったかなと思いますね。そしてね、これ非常に長いですね。今回はねあのザックの中に入れてきたんですけれども、やっぱりね横幅がね、横にこう入れたらねもうそれだけでパンパンになってしまいました。なのでやっぱりなかなか登山にはね稽古しづらいレンズかなと思います。ただね、本当にこのレンズ以前から使ってみたかったレンズですので、今回はですねこちらの方を大切にね使わせていただいてライチョウを撮っていきたいなと思います。そうそう、レンズをお借りして、さすがにね裸で持ってくるのはまずいなということでケースを買ったんですけれども、ケースはねこれですね。やばくないですかこの大きさ。もうね本当にこれあれぐらいありますよ、あの焼酎のでかいやつ、それぐらいでかいですね。はい、ということで、アイゼンも装着してね準備万端でございます。ではこれからですね、よいしょ、また、山を越えてライチョウ目撃地点へ進みたいと思います。では2022年ライチョウ捜索隊出動。おお行ってきます。ということで、ライチョウポイントに到着しました。ただね、ライチョウもいないし人もいないということで、いなくなっちゃったのかな。まあ、とりあえずねちょっと回って探してみたいなと思います。はい、ということで、ライチョウを撮るのに夢中になっていたらですね、なんともいつの間にか日が沈み始めてきてます。オーマイガー、タイムラプス撮れてないです。とりあえずね、店舗戻りたいと思います。まあ、タイムラプスはね、明日の夕方またやりたいと思います。では、帰ってご飯にしましょう。まあタイムラプスもいいんですけど、ここでこうやって夕日見るのもね、これはこれで綺麗ですね。ラッキーといえばラッキーだったのかもしれません。いや
はい、ということで、今日はですね、立山駅から室堂に入って、雷鳥沢で今テント張って今日はね一泊するという予定になっています。本当にね今日一日ね、雷鳥を撮ってたら一日が終わってしまったというような感じでね、いいんだか悪いんだか分かんないんですけど、まあでも楽しかったかなとは思いますね。はい、で明日はちょっと小山に登ろうかなというふうに思っています。まあ、時間は朝になってしばらくしてからですかね、登れたらちょっと登りに行きたいなと思っています。ひとまずですね、今日はご飯軽く食べて、寝たいと思います。ということで、今日一日お疲れ様でした。また明日も安全第一で頑張っていきましょう。ではお疲れ様です。